水木、そっちはどう？ダメ、そもそも人が多くて見つかんないよ。そっか、こっちもダメだった。今宮城の子に話を聞いたんだけど、真冬はもう帰ってるみたい。そうなんだ。一応今からファミレスの方にも行ってみるよ。もしかしたら帰り道で会うかもしれないし。うん、お願い。私もそっち行くから。わかった。帰りたくないな。ファミレスに行ってみたけど、奏たちはいなかった。別に約束もしてないし、打ち上げの予定もないから、当たり前だけど。私、何してるんだろう。もうすぐ模試なのに。勉強、しなくちゃいけないのに。でも、お母さんと、どんな話をすればいいんだろう。みんなと一緒に、音楽を作りたい。でも、お母さんには、分かってもらえない。これ以上、どうしたら。カイト。なるほどな。スマホが壊れているせいで来れなくなっていたのか。どうして。おい、ミク。うん。ミク、もう会えないかと思った。真冬、そもそもどうしてこんなことになってるんだ。それは、お母さんにスマホを取られそうになって、私も守ろうとしたんだけど、水槽に落ちて。そう、だったんだ。なるほどな。真冬、今は叩かなければ、お前は終わる。連絡手段だけじゃない。お前は今、すべてを奪われようとしている。今の状況を受け入れれば、お前は、自分自身まで失うことになるぞ。今度こそ、何もかもな。どうすればいいの。噛みつけ。お前の思いをぶつけろ。それがどういった結果になるかは誰にもわからないが、そうしないと何も始まらない。私の思いを。でも、そんなことしたらお母さんは。思いを伝えたら、悲しいことがあるかもしれない。でも、このままじゃ、真冬の心が壊れちゃう。私は、壊れてほしくない。だから、話してみてほしい。私たちが、真冬を、支えるから。ミック。だけど、ずっとそばにいるよ。
わかった。私の気持ちを話してみる。